申し込む。小なり平小五輪大なりいじめ騒動、韓国女子団体を射抜きが残した教訓1。19日に行われたスピードスケート女子団体を射抜き予選は大韓民国スケート界の現実を赤裸々に見せた。チームで競技をすべきのソンヨン30、コルピング、キム・ボルム25、エバラ道長、パク・ジュ20、韓国体育大が別々のレースをした。ABBC はのソンヨンは競技が終わった後に涙を流したが、キム・ボルムとパク・ジュは彼女を無視するようだったと報じた。カナダのグローブ&メールはチームメイトを裏切った韓国スケート選手たちの残念な瞬間と伝えた。ロイター通信も50万人以上の人々が青河原大の請願に署名したと伝えた。一部の人はいじめを指摘したが、根本的な原因は別にある。選手間の葛藤、そして成績至上主義だ。選手間の感情的争い。キム・ボルムとペク・チョルギスピードスケート代表チーム監督は20日緊急記者会見を開き、レース終盤にのソンヨンが最後尾についたのは事前の約束だったと釈明した。しかしのソンヨンはインタビューで後ろに行くと話したことはないと主張した。真実攻防は続いているが、確実なのがキム・ボルムとのソンヨンの間に感情対立があるということだ。両選手は最初から仲が悪かったのではない。昨年の札幌アジア競技大会では共に銀メダルを獲得した。韓国体育大と韓国体育大の派閥争いから始まったという噂も事実でない。3人とも韓国体育大の闘争だ。問題はのソンヨンが大韓スケート競技連盟の行政錯誤で平昌五輪に出場できない事態を迎えて始まった。のソンヨンは選手村から出された後、二度と代表にはなりたくない、スケート連盟が自分を利用したと主張した。また練習場所も違い、団体追い抜きの練習は一度もしなかったと暴露した。のソンヨンの言葉は一部だけが事実だ。男子部の李翔君、イ・スンフン、大韓航空、ジョン・ジェヨン、トンブクコウ、女子部のキム・ボルムは大量、テルン、スケート場ではなく韓国体育大で練習した。メダル獲得の確率が高いマススタート出場選手がコーナリングが多いショートトラックの練習を集中的にできるよう韓国体育大で五輪の準備したのだ。単体追い抜きだけに出場するのソンヨンは五輪出場が断たれると不満を強にした。そして別に練習をした選手たちが特別待遇を受けたように主張した。該当選手の感情も傷ついた。しかしのソンヨンが述べたのように、団体追い抜きの練習を全くしなかったわけではない。ワールドカップなどを控えて団体追い抜きの練習が行われた。選手間の感情的な争いはどの種目にもある。ショートトラック代表チームにも葛藤があることはよく知られている事実だ。ショートトラックの選手は一つの目標に向かって譲歩し、和合しようと努力した。しかし団体追い抜き代表チームはそうしなかった。